そして4でカッティングしていきましたね。いいプレーでした。さあライオンズがパスしてシュート、よくついていったのが宇都直樹です。シュートですね。さあ宇都、これが宇都早いですね。いやーもう宇都選手のプレー見てるとね、阿部じゃなくて不入、そしてライオンズのシュートは決まった。いや素晴らしいですねライオンズ選手。そしてもう時間はない。葛原、この葛原選手もいいプレーをしますよね。いやいいですね、はい、今のプレーも素晴らしいです。カーター、今外国籍選手はカーター1人しまね。あーここはいいですね相馬選手スリーポイントシュートですね。ここの形、これもマークはいるんですが、はい、やはり自分の、距離で打てると。富山の宇都、フロントコートに入るマッチアップは島根の山下。ライオンズのシュートが決まって、バスケットカウント。今のも宇都選手のピックアンドロールからカウントワンスローです。しっかりとショット決めましたね宇都。山下のマッチアップ、ここは宇都のスキルが勝ちました。そうですね、ここの1対1はに立っています。宇都、ライオンズ今日3を3本決めていく、4本目のスリーポイントシュート成功。宇都がボールをキープ。ライオンズ、ライオンズは今日19得点、中へアリウープ。いやライオンズ選手よく見ていましたね、まあ、この宇都選手イケメンでね有名ですけども、男前です。その後のルーズボール、サマーズがよく追いついてダンク。サマーズのダンク。カーター、北川、相馬、今日スリーポイントシュートを決めている。相馬のシュート決まった。今のもちょっと深い位置だったんですが、さあ阿部がフリーになって打ってきたが、その後のボール、さあこれはうまいコンビネーションプレーだった。いい、ね、最後は時間2分8秒、ライオンズ中、ジョッシュ・ペッパーズ。そうですね、富山のコンビネーションプレー、パーは今日18得点。カーター、カーターが外振って、相馬、北川外からシュート入った。スリーポイント、北川今日3本目。さあ1点争う好ゲームです。入った。残り 21.9 秒、さあ相馬が狙っていって決まらない。富山が勝ちました、78対75。